西村雄一、西村雄一、西村雄一、1972年4月17日体は東京都出身のサッカー審判員。2010年の 2010FIFA フフワールドカップでは決勝戦の第4の審判員を務め、2014年の 2014FIFA フフワールドカップでは開幕戦で主審を務め、2014年まで国際審判員を務めた。現在は プロフェッショナルレフェリーとして J リーグで活動している。小学校からサッカーを始め、卒業アルバムにもサッカーの会社か有名チームに入ることと書くなど、プロ選手を目指していた。駒沢サッカークラブ、東京都立新宿高等学校を経て1994年に日本電子工学院専門学校、現日本工学院専門学校を卒業した。 サラリーマン生活を送りながらアマチュアの試合で審判を続け1999年に一級審判員として登録され、さらに2004年からはスペシャルレフェリー SR 現プロフェッショナルレフェリー PR として登録され、J リーグを含む国内試合の審判員として活動している。2007年7月に行われた AFC。 アジアカップや8の9月に行われた U-17W 杯に副審のアイラクトウルと共に派遣され U-17W 杯では FIFA フフ主催の大会としては日本人初となる決勝の主審を務めた。また2006.2008年度の天皇杯決勝や2006.2007年の J1J2 入れ替え戦第2戦で主審を務めるなど 国内外でキャリアを重ねている。2010年に開催された FIFA ワールドカップ南アフリカ大会では4試合で主審を務め、決勝戦では第4の審判員として判定に関わった。2014年に開催された FIFA ワールドカップブラジル大会では開幕戦の主審を務め、ホンジュラスエクアドル戦3位決定戦のブラジル、オランダでは 第4の審判員を務めた。同年、国際審判員を引退。現在は、国内の J リーグで、プロフェッショナルレフェリーとして活動している。2010年の FIFA ワールドカップ、南アフリカ大会における審判に選出され、高田静雄、1990年イタリア大会、岡田正義、1998年フランス大会、上川徹、2002年日韓大会、 2006年、ドイツ大会続き、ワールドカップで主審を務めた4人目の日本人となった。同大会では以下の4試合を担当した。ウルグアイ・フランス戦では判定のどれもが適切なものであったとされ、世界各国のメディアにより高い評価を受け、準々決勝の審判も高評価を受けた。なお、ワールドカップで日本人審判が4試合の主審を務めたのは、 史上初である。オランダ・ブラジル戦では、アリエン・ロッペンを踏みつけた、フェリペメロを退場処分した。このほか、同大会では、7月7日の準決勝、ウルグアイ・オランダ戦と7月11日の決勝、オランダ・スペイン戦では、共に第四審判員を務めた。なお同年の末には、フィファ・クラブワールドカップ2010決勝、インテル・マゼンベの主審を務めた。 この試合は、福審の愛楽ラク・ール、名木とシユも含めた、日本人3人で、ジャッジされた。2013年6月、コンフェデレーションズカップの審判にも選ばれ、グループリーグ、スペイン・ウルグアイ戦の主審を務めた。2014年の FIFA フフワールドカップブラジル大会でも、福審の愛楽、名木と共に審判団を務めることが発表され、アジア出身で、 初めて開幕戦のブラジル・クロアチア戦、6月12日、アレーナでサンパウロの主審を務めた、この試合の判定で物議を醸すこととなる。後日、ついでホンジュラス・エクアドル戦の第4審判をすることとなった。最終的に3位決定戦のブラジル・オランダ戦の第4審を務め、主審としての担当は1試合にとどまった。2014年に国際審判員を引退。 現在は国内の J リーグなどの試合の審判員として活動している。2008年 J1 第9節4月29日の FC 東京対大分取りにータた戦大分 DF 深谷祐希と東京 FW 赤峰慎吾が競り合い西村はこれを赤峰のファウルと判定。ここで先に赤峰からファウルを受けていた大分 DF 上本大会が 二度目の悪質なファウルなので警告を出すべきだと西村に詰め寄ったが、これを尻け、通常のファウルとして試合を再開させた。ところがこの試合後、上本が西村から、上本うるせえぞ。てめえは黙ってプレーしておけ。死ねという暴言を受けたと主張。大分はこの死ね発言について、日本サッカー協会審判委員会に抗議文を送付。 J リーグも強く問題視して、大分の抗議文を待たずに調査に乗り出す。しかし西村は、死ねと発言したことについて、そんなことは言っていないと一貫して否定。日本サッカー協会戦無理事の田島構造は、西村が、うるさい。黙ってプレーしてとは言ったことを認めた上で、試験として、プレー、してと、死ねを聞き間違えたのではと述べた。最終的に、 J リーグは調査の結果、当該選手、上本以外に死ねという発言を聞いた、選手、審判員が一人もいない、映像を調査しても、そのような発言が出る状況であったと思えないと判断。この問題については、主審の主張を認めるものの、当該選手の主張も否定はしないと結論付け、西村、上本のどちらにも処分はなされずに決着した。なお、西村と、 上本は、騒動から一年後くらいに代理人を通じて話を行い、お互いに和解しているという。2014年6月12日、現地時間にアレーナでサンパウロで行われた2014、FIFA ワールドカップグループ A の初戦、開幕戦、ブラジルクロアチア戦の主審を務めたが、この試合の後半24分、69分、ブラジルの FW、フレジが、クロアチア DF、 デアン・ロブレンを背負って、エリア内で倒れた。西村はこのプレーに対して、PK を宣告、これを FW、ネイマールが決めてこの試合の決勝点となった。この判定について、ロブレンの手がフレッジにかかって倒されたようにも、フレッジが自分から転んだよう、イコールシミュレーションの反則にも見えたことから議論を呼ぶこととなった。しかし、FIFA。 国際サッカー連盟審判部責任者を務めるマッシモブサッカーは、西村は非常に良い,いポジションを取っていた。ゴールディングの反則、イコール競技者を抑える反則は、その反則の程度に関わらず罰せられる。選手が接触すれば、審判にどちらかに決める理由を与えることになると、西村主審を擁護した。なお、西村は2018年1月掲載のインタビューで、 この時の状況について、フレッジがトラップしたボールが浮いて落ちてくるまでにボレーシュートを打てる可能性が出てきた状況で、ロブレンが相手の体勢が崩れる可能性がありながらも自らの意志で後方から手をかけ、結果としてフレッジがシュートに持ち込めなかったため、ホールディングのファウルがあったと判断ざるを得ないと説明している。なお、この時、複数のクロアチア選手が西村に詰め寄ったが、 西村は当事者であるロブレン以外の選手とは対応しなかったため他の選手は諦めたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。